皆さん、こんにちは。クラブで結果を残しながらも、不思議と日本代表では目立った活躍ができなかった選手がいます。代表の戦術に合わなかったり、同ポジションに絶対的な選手がいたり、タイミングが悪かったりと、その理由は様々です。今回はそんな日本代表で輝けなかった選手を5人紹介します。まず紹介するのは、鹿島アントラーズのサイドプレーヤーとして長きにわたって活躍した本山雅史選手です。本山選手は東福岡高校サッカー部で高校サッカー史上初の3冠を達成し、1998年に鹿島アントラーズに入団します。1999年にはアンダー20世界選手権の日本代表の一員として準優勝を果たし、自身はベストイレブンに選ばれる活躍をしました。チームでは2000年、2001年とスーパーサブとして活躍し、アントラーズのリーグ連覇に貢献しました。その後2002年からはアントラーズの攻撃陣を引っ張ってきたリスマルク選手から背番号10を引き継ぎ、主軸として長年活躍しました。2015年にアントラーズ退団後はギラバンツ北九州に移籍、現在はマレーシアのクランタンユナイテッド FC で現役を続けています。本山選手はアンダー20世界選手権での活躍もあり、2000年にフル代表デビューを果たしますが、小野伸二選手、中村俊輔選手、服部俊弘選手、サントス・アレサンドロ選手など強力なライバルの存在もあり、その後は代表からしばらく遠ざかりました。ジーコ監督就任後の2003年以降再び招集されるようになり、2004年には12試合に出場を果たすなど多くの試合で起用されます。しかし本山選手はジーコ監督の期待に応えることができず、代表で1ゴールも奪えないまま2006年を迎え、同年のドイツワールドカップのメンバーからは外れてしまいました。組織的なサッカーを得意とする日本代表の中でドリブラータイプの本山選手はフィットしにくかったことや怪我での離脱を繰り返していたこともあり、突出した能力を持ちながら日本代表ではなかなか活躍できずに全盛期を終えてしまいました。その後日本代表に招集されることはなく、本山選手は日本代表でのキャリアを28試合無得点で終えることとなってしまいました。次に紹介するのはジュビロ磐田などで活躍した藤田俊也選手です。藤田選手は清水商業高校で全国高校サッカー選手権優勝を果たし、その後筑波大学に進学、卒業後の1994年にジュビロ磐田に入団します。1年目から主力として活躍し、リーグ優勝3回を誇るジュビロ磐田の黄金時代を支えました。ミッドフィルダーながら1998年には17ゴールを決めるなど得点力もあり、2001年にはリーグ MVP に輝いたほか、ベストイレブンも3度受賞しました。その後2003年にはオランダのユトレヒトでもプレーし、日本復帰後名古屋グランパスやロアッソ熊本などに所属し、2012年に引退しました。ジュビロで輝かしい成績を収めた藤田選手ですが、日本代表においては1995年から2005年にわたって4人の監督から招集はされたものの、同ポジションには絶対的な存在であった中田英寿選手がいた上に、中田選手が欠場したりボランチに回った際も小野伸二選手、中村俊輔選手といった海外でも活躍した才能あふれるタレントが揃っていたため、藤田選手の出番はあまりありませんでした。結局 J リーグの活躍だけでは彼らからポジションを奪うほどのインパクトは残せず、コンスタントに招集されながらも日本代表での公式戦出場時間は計430分にとどまりました。続いて紹介するのはコンサドーレ札幌、ヴィッセル神戸、ガンバ大阪などで活躍した坂東龍二選手です。坂東選手は1998年にガンバ大阪へ入団しますが、なかなか出場機会が得られず、2001年に J2 のコンサドーレ札幌に期限付き移籍します。2001年は15得点を挙げる活躍でチームを J1 昇格へ導き、翌シーズンは J1 でも9得点を挙げました。その後ヴィッセル神戸に移籍し、2004年には17得点を挙げる活躍をしました。
2006年にはガンバ大阪へ復帰すると、この年はリーグ16得点を挙げ、日本代表にも初選出されました。2010年以降はセレッソ大阪など様々なクラブに所属し、2019年に現役を引退しました。バンド選手はヴィッセル神戸時代から活躍していたものの、当時のジーコ監督から声がかからず、日本代表の初選出はガンバ大阪復帰後、オシム監督時代の2006年10月まで待つこととなりました。それでもバンド選手はガーナ代表戦でデビューすると、次のインド戦で2ゴールを挙げる活躍を果たします。見事アピールに成功したバンド選手はその後もレギュラーに定着すると思われました。しかしオシム監督が選手をどんどん入れ替えるタイプではなかったことや、バンド選手は調子の波が激しかったこと、またゴールへの嗅覚は持っているものの身長が高くなく、ポストプレーという面では厳しかったこともあり、その後はレギュラーどころか日本代表に定着すらできず、日本代表でのプレーはわずか7試合にとどまりました。2008年以降はクラブでも怪我の影響でなかなか輝けなかったこともあり、日本代表に招集されることはありませんでした。次に紹介するのはガンバ大阪のボランチなどで長きにわたって活躍した橋本英夫選手です。橋本選手はガンバ大阪ユースから1998年にトップチーム昇格を果たします。入団当初は同じポジションに日本代表の稲本潤一選手が所属しており、なかなか出場機会が得られませんでしたが、稲本選手の移籍後の2001年頃から徐々に出場機会を増やしました。2005年にはレギュラーに定着し、ガンバ大阪を初の J1 リーグ優勝に導くと、その後はボランチだけでなくサイドバックもこなす柔軟性を発揮し、主軸として長く活躍しました。特に2008年のクラブワールドカップ準決勝では、ヨーロッパ王者のマンチェスターユナイテッド相手に1ゴール1アシストを記録するなど、その名を世界に轟かせました。しかし2011年に右膝前十字靭帯損傷を負い、そこからは思うような活躍ができず、移籍を繰り返して現在は関西一部リーグのおこしやす京都 AC に選手兼ヘッドコーチとして所属しています。ガンバで絶対的な存在となった橋本選手ですが、日本代表での出場機会は限られました。2007年に日本代表デビューを果たし、同年のアジアカップメンバーにも選出されましたが、同ポジションには中村健吾選手や鈴木啓太選手などのタレントが揃っており、出場機会はほとんど得られませんでした。その後も2011年までコンスタントに選出されるも、長谷部誠選手、遠藤康人選手という絶対的なボランチのコンビが確立され、南アフリカワールドカップのメンバー入りもなりませんでした。サイドバックもこなせるというユーティリティ性からバックアップ要員として選出されることが多かったものの、絶対的なインパクトは残せなかったゆえに、日本代表で輝く機会は限られる結果となりました。最後に紹介するのはガンバ大阪や鹿島アントラーズのサイドバックとして活躍した新井場徹選手です。新井場選手はガンバ大阪ユースから1998年にトップチーム入りを果たすと、1年目からリーグ戦30試合に出場するなど主力としてプレーしました。1999年にはアンダー20の日本代表に選出されるも、怪我のため出場できず、リーグ戦も出場なしに終わりますが、翌年の2000年からは再びサイドバックのレギュラーとして定着し、ガンバの躍進に貢献しました。特に2000年にはサイドバックながら7ゴールを挙げるなど、攻撃的なサイドバックとしての地位を築きました。2004年には強豪の鹿島アントラーズに移籍し、リーグ3連覇を含め数々のタイトルを獲得したチームの中で、2012年まで主力として活躍しました。その後2013年にセレッソ大阪に移籍し、2014年に構想外となった後、翌年1月に現役引退を発表しました。新井場選手は2001年9月に22歳の若さで日本代表候補メンバー合宿に招集されており、当時のトルシエ監督の教えからそれまでのサイドから切れ込んでシュートを打つプレースタイルに加え、サイドを持ち上がりクロスを入れるプレーをよく見せるようになりました。しかし当時は小野伸二選手や服部俊博選手といった
能力の高い選手がライバルとして日本代表に定着しており、アライバ選手がトルシエ監督から日本代表に選ばれることはありませんでした。その後もアライバ選手は安定したパフォーマンスを続けていたものの、新戦力をあまり試さなかったジーコ監督やサイドバックには守備能力が高い選手を起用していたオシム監督、岡田武監督からもアライバ選手は一度も声がかかることなく、日本代表出場ゼロのままキャリアを終えてしまいました。 J リーグでは長きにわたって輝きを見せていたアライバ選手ですが、サイドバックながら攻撃的なスタイルというのが強豪の鹿島アントラーズにおいてはフィットしたものの、格上相手に戦わなければならない日本代表には戦術的に合わなかったことが原因の一つだと思われます。いかがでしたか？今回は日本代表で輝けなかった選手について紹介してきました。クラブにおいてもチームの戦術にフィットするかどうか、ライバル選手がいるかどうかで出場機会はかなり変わってきます。その場合、クラブでは移籍という選択肢がありますが、日本代表は1チームしかなく、それがあってなかなか日本代表で才能を生かせないという選手もいるということですね。もちろん代表が全てではないので、所属クラブで結果を出してきたというだけでも素晴らしい選手たちだということは変わりありません。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。